それではまず、ただいまの話題についてご質問があればお受けしたいと思いますが、挙手いただければと思います。よろしいでしょうか。それでは、話題以外のご質問をお受けしたいと思いますが、まずはじめに、シグマスタッフ社事案及び江差高等看護学院の関係以外のご質問からお受けできればと思ってございます。ご質問のある方挙手をお願いいたします。はい、NHK 桜田さん。はい、NHK 桜田です。中国からの輸入停止を受けている道産ホタテの件で お尋ねします。先日はアメリカのエマニュエル駐日大使が北海道産のホタテを購入するというような、表明をなさいました。で、実際に多分31日からだったと思いますけれども、在日アメリカ軍の基地内での販売なども今始まっています。で、この対応につきまして、道産ホタテを購入してくれたそのアメリカに対するその、受け止めを知事としてどのように考えていらっしゃるか、お伺いできればと思います。これは大変ありがたいと思っています。まず北海道を応援したいということで、領事館の方からも私宛にですね、このメッセージを、いただいていました。そういった中でエマニュエル駐日大使のこの取り計らいでですね、この在日米軍における道産のホタテの調達ということになりました。横田基地において納入のセレモニーも行われたところであります。私からは、残念ながら出席できませんかというお声掛けもですね、エマニュエル大使からもいただいたんですけども、どうしても公務の都合で出席もできなかったものですから、大使に対しては今回の件に対する感謝のメッセージを送りました。セレモニーで紹介をいただけたということで、ご報告もいただいたところであります。納入されたホタテ貝については基地内の売店などで販売をされています。今後も継続してですね、今回取り組んでいただいたんですが、今後も継続して日本のこの水産物を調達をしていくんだということでお話もお伺いをしておりまして、今北海道では食べて応援北海道ということでキャンペーンをしています。まさにそういった取り組みにご協力いただいたというふうに感じています。企業の皆様にもさまざまご協力もこのキャンペーンいただいています。道産水産物の消費拡大につながる取り組みであると考えておりまして、改めてありがたいというふうに思っています。ありがとうございます。よろしいですか。この他のご質問、HBC 中原さん。HBC 中原です。よろしくお願いいたします。札幌の冬季オリンピック招致についてお伺いいたします。先週知事会見の後に秋元市長が知事のもとを訪れまして一連の経緯報告されたと思います。この場で知事から、38年以降の招致についてある意味一旦立ち止まった上でオリンピックパラリンピックの意義効果をこういったものを踏まえて今後の在り方を検討すべきであるという発言がありました。改めてこの発言の意図というのをご説明いただきたいのと、知事としては38年以降の招致を一旦白紙に戻すべきというお考えなのか教えてください。今オリンピックの関係でご質問がありましたけれども、私も先ほどニュースで知ったんですが、JOC の山下会長が怪我をされて入院されたということでニュースが先ほど、流れておりました。さまざま私も会長と連絡を取り合いながらこれまでの間、取り組んできた中であります。一日も早い回復を願っているところでございます。今ご質問のありました件については、まず私が、これフルオープンでお話しさせていただきましたけれども、2030年については中止をするということであります。そして2034年以降の大会の可能性を探るということでありましたが、この2034年についてもこの同時に決定される可能性がある中で相当厳しいということで、これは秋元市長がお話をされてたという状況があると
まあ、そうなると2038年以降という、そういう話なのではないかということを申し上げた上で、私としてはこの、まあ、一旦ですね、この立ち止まった上で改めてオリンピック、パラリンピック、その開催の意義や効果、まあ、こういったものを踏まえて、やはりですね、みんなでこの招致の在り方については議論をした中で、進めていく必要があるんじゃないかとこういうことを、申し上げたところです、ですのでそういった趣旨で、まあ、一旦立ち止まった上でということで、申し上げたところです。まあ、札幌市の方からはこの11月末の状況を、受けてですね、その後の対応は改めて協議をさせてほしいということでしたので、まあ、その11月の状況、そして、まあ、札幌のみならず、IOC の動向ですとか、まあ、そういったことも協議をさせていただきながら、協議をさせていただきたいというふうに考えています。以前ですとその市民の理解が深まっていないという知事もそういうお考えでいらっしゃって、まずはそういうところが大事になってくるというお話だったと思うんですが、まあ、今回のお発言ですと、はい、そもそものこうオリンピック・パラリンピックの意義・効果、こういったものを一旦考え直すべきというようなお発言もあったと思いますので、これも札幌市側がもうそもそもの開催についてもう一度検討すべきであるという、そういうお考えですか？いや、私は意義と効果を改めて考え直すべきだということで言ったんではなくて、まあ、その開催の意義や効果、まあ、こういったものを踏まえて今後の在り方っていうものを、まあ、一回立ち止まって、みんなで議論する必要があるよねと、まあ、今申し上げたようにその30年は中止ですよと、で34年は、まあ、探るってことだけども相当厳しいという状況で、まあ、さらにそうなってくると、まあ、38年以降ということになるという、まあ、こういった今の足元の状況がありますので、まあ、それは一旦立ち止まって、そういった在り方を、みんなで議論するべきじゃないかということを私としては考えているんで、申し上げたところです。まあ、それを受けて、11月の動きを踏まえて協議させていただきたいということでしたので、そこは、まあ、まずはですね、そこは注視していきたいなと思っています。ありがとうございます。この他のご質問ございますでしょうか？共同通信川村さん。共同通信の川村です。昨日の障害者施策、推進審議会ので公表されたグループホームでの結婚などに係る、まあ、追加の調査についてお伺いしたいんですけれども、避妊処置の有無の把握について質問されている項目があったと思いますが、その中で14事業所25人、人数としては25人が避妊処置を受けた人がいると回答していますが、強制性の有無であったり、まあ、詳しい状況等は質問されてないということで、まずその今回の14事業所25人という人数についての知事の受け止めと、今回のそのグループホームの不妊処置に関する調査で、今回の調査で十分だったのか、その点について知事のお考えをお聞かせください。はい、まず今回の、まあ、この、うん、まあ、紹介の結果ですけども、グループホーム入居者の交際や結婚等については、本年の1月から4月まで行った入居者本人、管理者を対象とする実態調査の結果、入居者の同居や結婚について本人が自ら決定できるよう支援する意思決定支援の重要性が明らかになりました。このため今般グループホームの管理者を対象に、結婚や同居などの場面で意思決定支援にあたっての課題や工夫している点などに加えて、避妊処置の相談があった際にグループホームがどのように意思決定支援に取り組んだか改めて紹介をしたところであります。まあ、その結果としてグループホームに入居する25人の方が過去に避妊処置を受けていたことが明らかになったわけでありますが、本人自らの選択であったとしても大変重い選択を行ったものと想像をされます。
こうした重要な選択の場面だからこそ、グループホームの職員をはじめ、障害のある方に関わる方々が、より丁寧に本人の意思決定を支えることが極めて重要であるというふうに改めて強く認識をしたところであります。また今回の紹介で十分であるかということなんですけれども、先に実施した実態調査、そして今回の追加紹介については、グループホーム入居者の結婚や出産、子育てに関する思いや考え、事業所の実態や意思決定支援にあたっての課題、そして工夫している点を把握すること、このことを目的に行いました。入居者やグループホーム事業所の方々から最大限のご協力を得まして、回答が得られたというところであります。こうした課題等について、障害者施策推進審議会でご議論をいただきながら、年度内に対応策、これを検討していきたいというふうに考えています。よろしいですか。はい。この他のご質問ございますでしょうか。はい、北海道新聞、久保さん。北海道新聞の久保です。今の質問があったグループホームの追加調査についてまず教えてください。今のご回答の中で、今回の紹介で十分なのかということについては、グループホーム入居者の思いや考え、事業所の実態、工夫している点を把握することを目的にしたということでしたけれど、改めて、道内のグループホームにおいて避妊処置がどのように行われていたかの実態を把握する目的ではなかったのかについて、知事の見解を教えてください。目的につきましては先ほど お話をした通りです。知事は昨年、失礼しました、今年のですね、1から4月のグループホームの調査を受けて、当時その不妊処置の有無を問う質問項目がなかったということから、実態解明にならないではという指摘もあって、追加的な調査を表明されたと、こちらでは理解しているんですけれども、それでも今回の、調査の目的としては、道内の不妊処置の状況を明らかにすることは目的としていなかったと、そういうことでしょうか。質問の趣旨がわからないんですが、調査は追加で行わせていただいた中で、意思決定支援にあたっての課題や工夫している点などに加えて、避妊処置の相談があった際にグループホームがどのように意思決定支援に取り組んだか、改めて紹介をさせていただきました。さまざま事業所の皆様にご協力をいただきながら、その回答をいただいたというふうに考えています。今回の目的については、果たされたというふうに考えています。分かりました。確認で、そうすると今回の調査としては回答率 50% を超えないという状況でしたけれど、知事としてはこれ以上の不妊処置に関しての道内調査については必要ないというお考えでよろしいでしょうか。一定の目的は果たせたと思っています。おそらくそのご質問の背景として、その入居者本人に対するさらなる調査についての部分がおそらく、質問の中に含まれているってことですか。そういうことであるんであればですね、この点については、知的障害福祉協会ですとか、手をつなぐ育成会などの関係団体のほか、障害のある方、当事者の方々から重い選択であったであろう避妊処置については、当事者本人に聞くのはあまりにも残酷であるといったご意見や、こうした著しく配慮に欠く調査はむしろ知的障害者への差別ではないかと感じるなど強い反対意見もあったことも踏まえ、このさらなる調査などについてはですね、考えておりません。一旦この関連の質問を終わりです。ちょっと別件なんですけれど、インフルエンザについて教えてください。先ほど発表のあった道内の感染状況ですと、全道の指定医療機関で19人を超えるという数字になってました。知事として感染の状況について受け止めを教えてください。インフルエンザの流行時期にですね、
やはりこれまでコロナの感染対策など、我々、この長い期間、取り組みを進めてきましたが、インフルエンザにあっても、こういった感染を予防する基本的な対策、これは共通するところがありますので、各道民の皆様にはご注意いただきながら、この備えていただきたいというふうに思っています。このインフルエンザに対するこの流行に対しての呼びかけなどについても、道として引き続き対応しながらですね、皆さんの健康を守っていきたいと考えています。この他のご質問ございますか。日本経済新聞、井田さん。日本経済新聞の井田です。よろしくお願いします。はい、交通インフラに関するところでちょっと質問させていただきます。この10月からですね、先月の10月から、道内の各地のバス会社さんで、運転手がかなり不足していること等を背景に、バスの廃止や減便、路線の縮小等が相次ぎ、また先般発表もされましたが、北海道地方バスさんでは、近くその札幌県内での、大幅な路線の見直しが行われます。こうした状況の中で、今後、道としては、地方部において特にですね、並行在来線の、廃線であるとか、また JR 北海道の、いわゆる黄色線区の、今後の動向に向けた総括的検証も控えている中であるんですけれども、例えば並行在来線ではもうすでにバス転換の方針は決まっていますが、足元の状況だとバス転換できるのかどうかというのを、不安視するような声も聞かれています。道として、バス運転手が不足する中で、鉄道の代替交通をどのように考えていくのか、またその鉄道に対するその路線を維持するのか廃止するのかという考え方自体に、足元の状況を踏まえて変化があるのか、現在の知事のお考えをお願いします。バス事業者の皆様にはですね、大変厳しい状況の中で、地域の足の確保に向けて、これは今申し上げたような、代替バス運行というところだけではありませんけれども、さまざまな地域の声を聞きながら努力をしていただいています。今ご質問のあったような関係するバス事業者においても、この地域からの提案内容に対して慎重かつ丁寧に対応をいただいているところであります。そういった中で、新幹線開業後における人流の変化、そういったものなどを見据えて、地域の皆様の暮らし、観光などで利用される、そういった方々の利用実態に応じたルートの検討などを通じて、引き続き沿線自治体、バス事業者の皆様から丁寧にご意見を伺っていく、このことと同時に、十分に、今、ご質問ありましたけれども、足元のそういった状況ですね、こういった状況も配慮を行いながら、将来にわたる安定的な交通体系の構築に向けては、協議を進めていきたいというふうに考えています。弊社の取材でもですね、例えばその函館線の小樽長万部、特に小樽余市のあたりですとか、その留萌線 の、 3年後に廃止になる深川沼田間等ですね、取材をしているとかなりこの代替交通を確保するのが難しい、議論そのものが難しいような状況も弊社の取材でもちょっと聞こえてくるところなんですが、こうしたすでにそのバス転換が決まっている区間で、やはりその今後その交通もう維持していくために、やはり鉄道を残すとかですね、そういったようなことというのは現状として可能性として同調としてはそうした可能性も考慮されているんでしょうか。まずさまざまそういったバス事業者の皆様の厳しいそういった状況などについてもさまざまそういった意味ではお声もお伺いをしているところであります。いずれにしてもこの地域交通、これを確保していく、そのためには事業者の皆様のみならずですね、沿線自治体をはじめさまざまな方々にご協力をいただきながら、この丁寧に協議検討、こういったものを行っていく必要があるというふうに考えてますので、そういった状況も踏まえた中で、丁寧にですね、検討を進めていきたいと思っています。この他のご質問ございますでしょうか。読売新聞、八木沼さん。読売新聞の八木沼です。今日午前中に知事も出席された未来づくりフォーラムというイベントの中で、NTT 東日本の
島津北海道事業部長が、アイオン構想というのは光通信の構想の中で、北海道のデータセンターも念頭にされた構想のお話もされたと思うんですが、10月 の、 北海道新聞さん の、 記事で、NTT の会長が、ラピダスも含めて半導体でもこういう光通信の構想というのを語られたと思うんですが、こうした NTT 東日本をはじめとするその通信インフラの、今後について、今日の島津事業部長の話とかもお聞きした上で、知事の所感とか今後の党としての思いがあれば教えてください。まずはですね、この通信関係においていうと、私はこれ何年にもわたって主張してきているのは、世界地図を俯瞰してみるとですね、やはりヨーロッパやアメリカと最も近いのが日本において北海道であると、その中で、海底のそういった通信ケーブルをですね、この、EU、ヨーロッパとつないでいく、こういうことによってですね、非常に大きな効果、そういったものが期待できるということで、先般、これは鈴木総務大臣にも改めて、そういった取り組みに対する支援を要望したところであります。国内において、今、質問になりましたアイオンの、この取り組みは、非常に大きな、イノベーションをもたらす、そういった技術であるというふうに考えています。ぜひ北海道のラピダス次世代半導体、こういったものとの相乗効果や、そういった可能性、そういったものがある取り組みでもあるというふうに思いますし、また本土におけるデータセンターのこういった誘致、データセンターパーク構想、こういった取り組みとの親和性、こういったものもある取り組みだというふうに思っています。ぜひですね、そういった北海道への進出の可能性については、しっかり検討いただけたら、こんなにありがたいことはないなというふうに思っているところでありますし、さまざまこれまでもスマート農業をはじめですね、NTT と連携して、道内におけるさまざまな挑戦をしているという状況もありますので、今後もさまざま新しい技術、そういったものも我々もですね、しっかりと把握をしながら取り組みを進めていきたいなというふうに思っています。今日は改めて説明をお伺いして非常にいい機会になったというふうに思っています。この他のご質問、北海道新聞佐藤さん。ありがとうございます。北海道新聞の佐藤です。LGBTQ などの性的マイノリティ、性的少数者に関する政策について伺います。今全国では LGBTQ などの人たちが生きやすい世の中にしようということで、性的マイノリティのカップルに対する婚姻関係と同様にサービスを提供するパートナーシップ、いわゆるパートナーシップ制度の導入が進んでいます。都道府県レベルでもこの11月に福井県と山梨県が制度を導入していて、そういった状況なんですけども、まだ、北海道としては導入していないかと思います。このパートナーシップ制度についての、知事の認識、お考えと、今後導入する予定があるかどうか お尋ねします。はい。パートナーシップ制度については、住民登録など住民に身近な事務を担う市町村において地域住民の方々の理解などを踏まえて議論検討が進められていく、このことが望ましいと考えています。党としてはこの制度の背景にある性の多様性についてより多くの方々に理解を深めていただくということが優先して取り組むべき課題であるというふうに考えています。制度を導入した自治体の取り組みの周知や連携の促進などこの市町村の実情に応じた議論や取り組みが進むように支援をしていきます。今その、理解促進をするという段階だということなんでしょうか。じゃあそこから進んで、今現在は導入していない、導入する予定がないということなのかもしれないんですけれども、今後そういう検討段階に入っていく可能性はあるんでしょうか。はい。市町村の実情に応じた議論
そして取り組みがですね、進むよう支援をするということの中でですね、広域自治体として必要な役割をしっかり果たしていきたいというふうに考えています。こう全国的な今都道府県でもかなり進んでいる中で、そういったその都道府県、他の都府県を参考にしてという動きはありませんか。その、まあ、北海道内の市町村の動きを見ていくというのは当然あると思うんですけど、北海道を除く都府県が今、数字でいうと19都府県がもうすでに導入し、あの広域自治体として導入している例はあるんですが、そこを参考にされることっていうのはないんでしょうか。まあ、これはあのパートナーシップ制度のみならずですね、まあ、このさまざま人権などに対する配慮の中で、さまざまな取り組みを広域自治体である都道府県のみならず1700町のですね、市町村が取り組んでおります。ですので、そういった中で当然のことでありますけれども、我々道としても参考になるような取り組みがあればですね、そこはしっかりと把握をしながら、ということであります。わかりました、ありがとうございます。この他のご質問ございますか。よろしければ、それでは次に、昨日公表のありましたシグマスタッフ社に関するご質問をお受けできればと思ってございます。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。はい、北海道新聞、小宮さん。北海道新聞、小宮と申します。シグマ社のですね、課題請求問題についてお伺いしたいと思います。今回の課題請求というのは8月にもですね、電通北海道によるこう事案が発生していると思います。で、注意してですね、こういった、まあ、事案が相次いでいる状況の受け止めとですね、まあ、今後の改善策を伺いたいのと、あとこうシグマ社に対してですね、例えば刑事告訴だとかですね、そういったものを今後考えていくのかどうか、ご認識を伺えればと思います。まずですね、このシグマアスタッフからの報告、まあ、これを受けまして、道では、まあ、今ご質問ありましたけれども、電通北海道、この事案を踏まえまして、延べ40人の体制で、5年間の証拠書類等の精査、まあ、これを行いまして、長期にわたり、意図的に多額の過請求、これを行ったこと、これを確認をいたしました。まあ、こうした行為は、道民の皆様の信頼を大きく失墜をさせる悪質な行為であります。極めて遺憾であります。今後、シグマスタッフに対し、委託料の返還を求める、まあ、このことはもとより、関係規定に基づき厳正な対応を行ってまいります。道としては、今年度ですね、まあ、今ご質問にありましたけれども、複数の、この過請求事案が判明をした、このことを重く受け止め、こうした事案が再び起こらないよう、高い意識を持って、再発防止に取り組んでまいります。今回の事案を受けて、新たにこう何か対策を取るだとかですね、なんかそういったことをお考えになってますでしょうか。はい、まずは今回、まあ、ご質問にもありましたけれども、電通北海道のこの過請求、まあ、こういったものを踏まえて、まあ今年9月にですね、出納帳通知で、委託期間中における関係書類の聴取や、必要に応じた現地調査の実施、公的書類を活用した確認などに取り組むということになっております。この通知を踏まえまして、シグマスタッフに対しては、すでに9月までの実績を確認の上、道に報告するように指示をし、その報告を受けて、今月中に現地調査を実施をするということとしており、今後ともこうした取り組みを全庁で徹底していく、このことが重要であります。またですね、シグマスタッフによる今般の事案の発生を踏まえまして、11月の1日付で、まあ、改めてこの委託業務における適正な執行の確保について、これまでの取り組みを徹底をし万全を期すよう出納帳から全庁に対する注意喚起を行ったところであります。すみません、もっとシグマスタッフへの、刑事告訴というのは現時点で、お考えなんでしょうか。
はい、まあ、先ほど申し上げましたけれども、まあ、今回の、シグマスタッフの行為でありますが、これは道民の皆様の信頼を大きく失墜させる、悪質な行為であると受け止めております。道としては今後、過請求の返還に向けた手続きを先ほど申し上げたとおり進めるとともに、関係機関とも協議をし、告発等の必要性について検討していきます。もう一点ですね、まあ、本年度もですね、道としては、道としてシグマスタッフとですね、事業委託をシグマスタッフにしていると思うんですけども、確認したところですね、問題発覚の対象となった、課題請求の当初がですね、まあ、4月下旬にあって、はい、実際に契約を締結しているのがですね、本年度、5月末みたいなんですよね。はい、で、その当初の内容からですね、まあ、契約前にこうした不正問題が発覚する可能性というのも予見できたと思うんですが、まあ、シグマスタッフへのですね、本年度の事業委託、業務委託というのは適切だったというふうに知事お考えでしょうか。まあ、ここはまあ、いわゆる庁内でも議論があったところなんですが、当初のみでですね、当初だけをもって、契約を止めるという状況にはならないということで、報告を受けたところであります。まあ、契約の実務の話でありますので、まあ、その点、詳細につきましては、ご確認いただければと思いますが、まあ、そういったことであります。まあ、適切だったというふうに、じゃあ、お考えなんでしょうか。そうですね、やはり当初で、それのみでですね、契約を止めるという状況にはなかなかならないという状況だということで、協議が行われたというふうに報告を受けました。まあ、こうした中、悪質な事例が発覚した、まあ、結局発覚してしまったということも踏まえてですね、まあ、本年の事業をまあ打ち切るだとかですね、まあ、土地価格が打ち切るみたいなことは考えていらっしゃらないですか。そうですね、その点については、まあ、委託契約書では委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるというときは契約を解除することができる規定、まあ、こういうものがあります。で、一方で年度途中で事業を中止することや委託先を変更することは介護事業所はもとよりそうした事業所に派遣を希望する方にも、まあ、大きな影響を与えるということも、一方であります。ですのでこうしたさまざまな影響などを総合的に勘案して、契約の継続の可否、まあ、これについては今検討しているところです。この関連でご質問ございますでしょうか。はい、朝日新聞松尾さん。朝日新聞の松尾です。北海道新聞さん の件でまず5月の契約についてね、それ前に当初があったのにというお話があってそのロジックのご説明をいただいたのでその点については特にないんですが、一方でその電通北海道とかですね、また先日のお米の関係のこととか含めてですね、道の委託している、まあ、準委任契約、を、まあ、プロポーザル方式でプロポーザルを受けて同調のしかるべき方々が評価をして点数をつけてそれによる随意契約という方式がこれらすべてに影響を及ぼしていて、それも外部から指摘をされたりして初めてそのことが分かっているということは、多分その北海道というマーケット競争環境においてですね、この方式が似つかわないんじゃないかと思うんですけども、そのあたり知事プロポーザル方式そして道庁内での評価によって決める随意契約、このことについてどのようにお考えでしょうか。まあ、今ご質問にありましたけども、この過請求事案がその複数起きています。今契約のお話がありましたけども、実質出額での精算を規定している委託の契約、いわゆる準委任契約、まあ、こういった形に関して実態と異なる経費の請求や重複計上、こういったものがないかということについては、これは契約先事業者に対して今点検を求めています。かなりの今件数になってますが、当該点検については今10月の31日を期限としてこの点検のお願いをしています。いまだ回答いただけてない事業者、まあ、そういったところもありますので、まあ、今回答を促すなどをしておりますけれども、まあ、こういった点検のご協力も得ながらですね、結果を取りまとめた上で、これはしっかり対策を講じていきたいと考えています。
シグマ社の件の場合は特にですね、長年にわたってプロポーザル方式の随意契約が、ずっと同じ会社で進んでいくという、事実上同社によってのみしか成立しない随意契約の事業になっていると思うんですけども、そういった北海道のこうしたプロポーザル方式に対して応募する会社なり組織があまりにも少ないので、ずっと継続している可能性はないのか、しかるによって北海道にこの方式がそもそも競争性とか公平性とかいろんな観点から向いてないんじゃないかと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。まあ、そこはですね、ある意味では当然のことでありますけれども、契約において、他との競争の中で、すいません、より良い提案がですね、採択されることが、まあ、これは必要ですから、このシグマスタッフの関係についてはプロポーザルにはもう一社参加をされたというような報告を受けているところでありますが、やはり、より多くのですね、参加の中でよりいい内容でですね、契約をしていくこと、まあ、これは当然求められることだと思います。ですので、そういった契約の、まあ、あり方については、まあ、これは当然基本的考え方としてそういった考え方を持った上で契約事務を進めているところではあるんですけども、まあ、こういった事案がですね、複数出てきている、まあ、こういう状況もあるわけですから、まあ、今ご指摘のような点についても当然のことながらしっかり考えながら契約行為、まあ、こういったものを進めていく必要があるというふうに思います。ありがとうございます。最後に1点、まあ、追加の確認的な質問になるんですが、まあ、道庁本体で見抜くことができていなかったということだと思うんですよね。もしくは委託先の方に不手際があって、期限を延ばすような行為があったとかということなんですけど、この道庁の方が特にお金に関する部分でしっかりと契約を見ることができているのか、実際に4月に投資を受けてから自分で提出してくださいという形で、まあ、提出した結果をもってして初めて確認されるということもあります。まあ、多分民間の契約ではなかなか考えにくいのですが、こういった管理体制、監査体制、検証体制ですね、さらに何らか改善を新組織とかも含めてお考えはないでしょうか。まあ今回の事案を含めてですね、電通事案の中でさまざま議論をした中で、この再発防止策を講じています。まずは、まあ、今回、非常にこれは、許されることではない悪質な行為なわけでありますが、この電通の事案を踏まえた中で、まあ、40人体制のもと、この徹底したですね、調査、まあ、こういったものを行った中で、まあ、過去5年にわたるこういった状況が明らかになったということもあります。まあ、なかなか強制力を持ってですね、我々捜査機関ではないので難しさというところはあるわけでありますが、やはりそういった体制を機動的にですね、講じながら、当然のことながらこういった体制を充実してですね、取り組んでいく必要があるというふうに思っています。まずはこういった再発防止策、これを着実に徹底をしながらですね、引き続き今調査なども行ってますから、まあ、ここで新たに生じたそういった課題などについても対応しながら、これは相当意識を持ってですね、取り組んでいかなければならないというふうに思っています。この関連ご質問ございますでしょうか。はい、NHK 桜田さん。すみません、 NHK 桜です。先ほど多少言及もあったと思うんですけれども、今回のシグマ社に関しては、まあ、厳正な対応を取るというお話がありました。で、まあ、先日 の電通北海道 その事案と、まあ、同じような、まあ、類の話だったと思いますけれども、まずまず大前提として、この電通北海道の事案と今回のシグマ社の事案についてのその悪質性の部分においては、例えば両方ともその悪質な行為、極めて悪質な行為だというふうに今知事が考えていらっしゃるのか、それとも今回のシグマ社の方がより悪質だと考えているのか、その辺のこう何かお考えについて具体的にもしあればまずお聞かせ願いますか。私は今回のシグマスタッフの件についてはやはりこれは悪質な行為であるというふうに思ってます。まあ、これは電通北海道も許されるようなことでは当然ないんですけども、要はあれは再委託などの中で、まあ、その
まあ、なかなか電通北海道が自らが直接的にそのいわゆる故意に改ざんをしているというよりはその先 の, あの委託先が、まあ、そういった状況なんですが今回は直接契約相手方が、まあ、こういう状況になってますので、まあ、より悪質性が高いあの事案ではないかというふうにあの私自身はあの受け止めています。ありがとうございます。その上でなんですけど、まあ、あの今回のシグマ社に対しては、まあ、告発等の必要性検討するとありましたがあの電通北海道ないしそのあの電通北海道 の, あの子会社が行った事案についてもあの過去にですね、まあ、いわゆる告発等の必要性検討するというような話があったと思いますが、はい、その今の検討状況をちょっと話それるんですけども今どうなってますでしょうか。まあ、これはあの以前あの他の自治体に類する事案なども踏まえながらというふうに申し上げたところですが今関係機関とも協議をしてます。まあ、関係機関とも協議をしつつ今告発等の必要性についてはさらなる検討を重ねているところです。わかりました。あとごめんなさい最後に一点あの、先ほど朝日さんとかの質問にもあったと思うんですけども、まあ、こういうような事案がちょっと相次いでいるということで、まあ、あの1日付で水道庁から、まあ、あの再発防止の徹底をというような文書も出されたということですけれども、はい、それだけでまたそのこと足りるのかというかですね、うん、もうちょっとそのいわゆるその契約のあり方についてその抜本的なその対策の見直しなども、ま、場合によっては必要なんじゃないかなというような気が個人的にはしているんですけどもそのあたりについて何か改めて考えられますか。まあ、同調自らがですねさまざまさらなる努力を重ねていかなければならないということはこれ当然していかなきゃいけないと思います。まあ、先ほど の, あの9月のそういった再発防止にあっては、まあ、それをしっかり実行していく、まあ、これが同調として大事だと思いますしまた契約を現にしていただいている事業者の皆様にも今点検をお願いをして取りまとめていきたいというふうに思いますしまた契約をするそういった相手方の皆様に対してもやはり改めてそういった契約上を遵守すべき事項等については徹底していくこのことが双方やはり大事だと思います。で今回はそういった電通北海道の事案を踏まえた中で、かなり強力に現地に入るなどの取り組みをした中で、全体像が一定程度見えてきたところもありますので、まあ、こういった中での取り組み の, まあ効果、まあ、そういうものも検証しながらですね、体制のそういった充実、まあ、そういったところについても、検討をしていく必要はあるというふうに思います。はい、ありがとうございます。この関連のご質問はよろしいでしょうか。はい、よろしければそれでは最後に、江差高等看護学院の関連につきましてご質問がありましたら、挙手をお願いしたいと思います。あ、よし、はい、朝日新聞松尾さん。朝日新聞の松尾です。江差交換の件で、まあ、先日レクを担当部署にしていただいてですね、はい、その損害賠償の範囲について の, 民法の規定のについて明示していただいたのでこのこと の, その法律的な意味での論点というのがよくクリアになってはい、なりました。でその、まあ、民法416条ですかこのあたりをめぐるところでというお話があってですねこの部分というのはその知事なり道なりが遺族に対して行った謝罪の根幹部分と重複する部分であるのでかな必ずしもというか、まあ、大きな部分でその謝罪行為とですねその法廷でこの部分について交渉をしたり協議をしたりするのが相容れないと思うんですが知事はこれまでの謝罪というものを今もなお維持されて今もなおその民法の416条などにまつわる部分について交渉していることは別に考えて当時の謝罪というものは今も有効であるというお考えであるかその点をお聞かせください。はい、まあ、謝罪についてはですねこれは道として相当を因果関係を含めた第三者調査委員会の調査書この内容を受け止めまして謝罪これを行ったものですということは確認なんですが今も当時の謝罪は謝罪として有効であるけども同時にまあ、一致しない点については法的な部分では弁護士同士で
協議をしていると、そういう状態であるという理解でよろしいでしょうか。あの賠償の内容などについては、あの時点で当然のことながら何か確定しているということではなくてですね、まあ、その後あの、弁護士の方があのこのご説明にお伺いした際もですね、あのいらっしゃった中で、今後弁護士と、協議をしながら、そういった賠償についてはということで、お考えが示された中で、これまでもですね、そういった同の顧問弁護士と代理人の方の弁護士と、そういった具体の協議、これを行わせていただいているというところです。では最後にあの確認なんですけれども、この後その今おっしゃっているような形でですね、協議していく中であの一致が見られず、あの望まぬことですが裁判とかそういったことになっていって、最終的な結果がついた時点で改めてそういったところで争った結果について、また別途謝罪なり何なりをされるということなんでしょうか。まあ、そこはあのまずはですね、今顧問弁護士と代理人弁護士においての、協議、まあ、これを行っているところであります。ですから、まあ、そういった過程のですね、お話をこの場で申し上げるという状況にはないのではないかというふうに思います。このほかご質問ございますでしょうか。HTB 北さん。HTB の北です。よろしくお願いします。昨日ですね、遺族側の代理人 の, あの弁護士の方から、まあ、あの党の代理人から、まあ、届いたというような文書があのマスコミに、まあ、あの公表といいますか、あったんですけれども、この前今あのいろいろ、党の代理人顧問弁護士とですね、まあ、遺族側の、代理人が、まあ、やり取りをされているというのを先週から知事おっしゃってますけれども、はい、この中身に関しては知事は、まあ、あの把握された上で、まあ動かれていることなのか、もう完全にこう代理人同士の話し合いに任せてしまっていることなのか、そこをちょっとお伺いしたかったんですが、まあ、そこはあの同の顧問弁護士になりますので、あのそこはしっかり担当部局ともお話をしながら、そういった対応ですね、あの当たっているということであります。まあ、知事もではあの遺族側にどういうふうなこうお話が言っているのかというのは把握はされているということでよろしいんですか、ね。はい、報告を受けております。わかりました。で、あの先週の知事会見でですね、まあ、この問題の質疑についていろいろやり取りがありましたけれども、はい、まあ、途中で、まあ、あの関連の質問を、まあ、知事があの遮ったりですとか、まあ、ご自身の謝罪をあのお伺いしたんですけれども、まあ、それについて担当部局に回答を委ねるような場面もございまして、まあ、こういったあの様子をですね、まあ、あの映像を通して見られたご遺族が、まあ、あの私直接お話をお伺いしましたけれども、まあ、あの非常に憤っていらっしゃってですね、こう気持ちを踏みにじられたというようなお話もお伺いをしています。改めてなんですけれども、まあ、今回の問題、まあ、あの賠償の問題は別にしてですね、まあ、あの本当にもうかなり前からずっとこう訴えが上がっていたにもかかわらず、まあ、道が調査をしなかったり対応しなかったことで深刻化したわけで、もっと早く対応していればもしかしたらこう救われた命だったのかもしれないというふうに私自身は感じているんですけれども、まあ、知事だけの責任というふうには思いませんけれども、道のトップとしてですね、まあ、改めてこの問題をどういうふうに捉えていて、まあ、ご遺族とですね今後どういうふうに向き合っていくのかというのをですね、改めて知事ご自身のお言葉でお伺いさせてください。はい、まずお話をさせていただきたいのは、以前の記者会見におきまして、その報告書の内容につきましてご説明を事務方からさせていただきたいということで、お話をさせていただいたところであります。また質問がですね、他の質問もあるかもしれないということで、まあ、他の質問をですねお受けした上でまたその今回の件のですねご質問を受けるという形で対応をさせていただきました。その点についてはまあ、ご理解いただけたら大変ありがたいなというふうには思っています。また謝罪にあっては先ほど申し上げましたけれども、この第三者調査委員会の先ほどご説明の話もありましたけれども、調査書の内容を受け止めて謝罪をさせていただきました。またご遺族に対してですね真摯に対応していかなければならない、このことも申し上げてきました。さまざま今、代理人弁護士、また当方の顧問弁護士との間でですね、協議が進められておりますけれども、
その中でもですね、さまざまな代理人を通してのご主張、まあ、そういったものも当然終わりだというふうに思いますので、しっかりと対応していくことが重要であるという考えです。ありがとうございます。この他ご質問ございますでしょうか。NHK 桜田さん。たびたび恐れ入ります。今回の件でちょっと私が個人的に感じているところでもあるんですけれども、まあ、示談交渉については、まあ、本当は当事者間の話ですので、あまり深くこう立ち入るつもりはありませんが、昨日 の、 記者レクの中で、担当部局からの話があった中では、まあ、今回 の、 その対応についてはまあ、そのパワハラだけがその自主との因果関係ではないというような、まあことだというような説明をされていました。で、つまりそのこれまでですね、そのパワハラ認定を受けて、まあ、示談交渉をされてきた他の被害者の方たちもいらっしゃると思うんですけども、まあ、その方たちと多分同様なまあ、対応で今その示談交渉を多分されているんだろうなとは思うんですけれども、その今後、まあ、当然弁護士同士での交渉事ではあるとは思いますけれども、今回の件に関しては最終的に結果としてやっぱりそのお一人お亡くなりになってしまっているという事案が発生してしまっているという面から考えても、まあ、これまでとはやっぱりちょっと多少違ったその対応が必要なのではないかと。で、特にそのパワハラだけがその自主との因果関係を認められないということであるいう言い方であると、少なくともパワハラはワンオブゼムの形で、まあ、その自主との因果関係の多分その一つに含まれているということはどうとしても認識がきっとあると思うので、まあ、今後その交渉を重ねる中でですね、最終的にその政治的なそのこう、まあ、決着というか、まあ、知事のこう判断で、まあ、これまで の、 その、 パワハラを受けた方々とはまた違ったそのご対応をその判断するという、まあ、余地というのが残されているのかどうか、そのあたり今知事はどう考えていらっしゃるかぜひ伺いたいと思います。まあ、それは当然のことながら、それぞれさまざまご事情も当然のことながら異なる中でですね、先方の代理人である弁護士の方からさまざまなやり取り、これを現在に至るまでしております。ですので、ここは今後もですね、同の顧問弁護士を通じて誠意を持ってですね、対応させていただきたいというふうに思います。はい、この他、北海道新聞金子さん。北海道新聞の金子です。今 の NHK さんの質問とちょっと重なるんですけれども、今回はその損害賠償の示談交渉についてですね、知事先週もそうでしたし、今週も顧問弁護士が、当たっているというようなお話強調されてますけれども、もちろん法律家同士の交渉が前提ですし、それが不可欠だということは承知の上でですね、一方そのこれまでこう行政の責任が問われるこう損害賠償に関しては、例えば国家レベルではですね、ハンセン病ですとか薬害肝炎などこう救済の観点からトップの責任で政治決断がたびたび行われておりまして、これは地方自治体の例に関しても、特に今回その示談交渉という意味ではですね、是非はともかくですけれども、必ずしも法律家ばかりでので取り組む案件ではなくて、政治決断、政治判断ができる、介入できる部分はあると、考えているんですけれども、知事、今回 の、 その損害賠償の示談交渉に関して、学生が亡くなっているということも踏まえてですね、ご自身 の、 その政治決断の余地がそもそもある問題、案件というふうに思っていらっしゃるのかを教えてください。さまざまな判例を含めた事案が、それはあると思います。先ほど申し上げたように、これまでも相手方の代理人弁護士と当方の顧問弁護士がこの調査報告書の説明以降ですね、やり取りをさせていただいています。その中でしっかり誠意ある対応をしていく、このことがやはり私は必要だというふうに思います。わかりました。で、今度はちょっと先ほどの HTB さんの質問にちょっと関係するんですけれども、先週 の、 その知事の記者会見の対応についてなんですけれども、先ほど知事はですね、その報告書の内容については事務方が答えるというようなご説明されたんですけれども、先週のやり取りをこう確認するとですね、知事はやっぱりご自身が5月に謝罪した内容やこう真意を問われたのにもかかわらず、
まあ、それについて明確に答えなくてですね、で質問が続いたら、まあ、事務方に説明を指示されてたというふうに私は理解してます。で議事録を読めばそれは明らかなんですけれども、で、まあ、結局その事務方の説明も半然としないままですね、昨日事務方の記者会見で、まあ、知事の謝罪というのはこういう意味ですという説明が あったんですけれども、知事は自身の過去のですね、言葉の認識について事務方に託してこう答えさせるという対応には、まあ、私は違和感を覚えましたし、まあ、そもそも極めて事務的な内容であればまだしもですね、今回のように社会的関心も一定程度高くて、まあ、遺族という相手がいる案件についてトップが自ら会見で事務方に答弁を振る姿勢自体にもですね、まあ、あまり対応するとちょっとこう疑問を感じざるを得ませんでした。先週の会見のこうした対応は適切だったんでしょうか。今後とも適切に対応したいと思います。この他ご質問ございますか。はい、朝日新聞松尾さん。朝日新聞の松尾です。この件でちょっと別に質問させていただいたのはちょっとポイントを変えてなのでちょっと別に質問させていただきます。今回の江差し交換というのは、まあ、道が直接、まあ、持っている学校でその教育委員会の配下の学校ではありません。 ですので教育委員会のような定期的なですね、例えば不祥事の、まあ、公表であったりとかですね、そういった教育委員会で普通あるようなプロセスを踏まない、まあ、ある種数少ないとも思いますが、数少ない特殊な学校群だと思います。その結果こうしたことが長年におけるパワハラとかですね、ひどい状態が放置されてきたと思うんですが、こうしたその道が直接持っている学校もしくは学校に準ずるですね、施設機関について知事は今後その、どういったその管理体制であるとか教育委員会並みなのか、また別途新たな対策を取るのか、知事としてとりあえず今すぐどうというのはないでしょうけども、どういった方向性を追求していきたいとお考えか、お考えをお聞かせください。はい、まあ、これはいわゆる教育委員会所管、まあ、教育庁所管、またいわゆる知事部局というか知事所管の中でも、共にですね、その教育環境を適切な形で提供しながら、その皆さんが目指すですね、その将来に向けて適切な教育を実施していかなければならない、まあ、これは当然のことながら同じであります。確かにそういったさまざまな学校の数だとか、またそういった状況の中での、なんていうんでしょうかね、そういった課題の総数の違い、まあ、そういったものはあるかもしれませんけれども、目的は同じ中で、まあ、今回もですね、いわゆる道教委の中でのさまざまなこれまでの取り組みの過去事例とかですね、まあ、そういったものも我々としても当然のことながら学びながら対応については取り組んでまいりました。今後ともやはりしっかりそういった違いが問題にならないような、まあ、そういった取り組みについてはしっかりしていかなければならないとは思います。ありがとうございます。教員とかスタッフとか指導員の、まあ、流動性というのが機関の数が少ない分だけ滞りがちで、長期間にわたっていろんな良い面も悪い面も続くと思いますので、いろんな方策が出てくることを個人的に期待しています。はい、この他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。よろしければ、以上をもちまして本日の定例記者会見を終了いたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。